はい、フナリポン、お疲れ様です、はい、お疲れ様です。今日は警官通りかい？いえ、普通に出足で離れてしまいまして、はい、恥ずかしながら、はい、初日はけど、まくり追い込んできた足はなかなか良かったね。そうですね、自分でもびっくりで、はい、よく届いたなと思います、うん、まあ調子はいいかやない？そうですね、ちょっと出足だけが重いだけで、うん、後の伸び足なんかは調子いいと思います。そうだね、はい、それではね、はい、まあ、初日2日はそういうふうにやってくれたということで、はい、明日のことやけど、はい、明日はどこへつける？まず、まあ、僕はもう今日大久保君のおかげで優勝戦に乗れたので、うん、もうあの黙って大久保君に任せてっていう形を取ります。大久保君のなら早めの追い込みとかまくりとかいうことに期待するわけよ。そうですね、ね、まあ、僕個人だけのことを言えば、うん、まあ気持ち早めに踏み込んでくれると僕にもチャンス生まれるんで、まあそこはもうあまり欲を出すとね、いいことないんで、まあ大久保君にしっかり今日最初ついていけなかったんで、明日はしっかりついていくことを考えて、それから4コーナーからチャンス増したいと思います。まずはの明日4番手ということも考えられるからね。そうですね、うん、はい、じゃあそういうことだよね。頑張ってください。はい、明日頑張ります。はい。